ライフサイエンス統合データベースセンターの時松と申します。よろしくお願いします。今日は、こういう話でこういうタイトルでお話をさせていただきたいと思います。本日の内容です。リクエストの段階で主に、パスウェイマッピングのことに、企業を使ったパスウェイマッピングについてご興味があるということを、話してくれということと、あと時間があればメタボロームの話をしてくれということにこう言われていましたので、このようなタイトルにさせていただきました。ただ、1年前に筑波で喋っているんですけれども、その時に今日の演題の前半のタイトルだけで1時間半使っています。で、大変ちょっとタイトなので最初は話す内容としてはブラウザを使った KEG の利用法ということで、まず概要についてお話をさせていただいて、 KEG のとゲノムネットの配列、まず、最終的にはシステム情報ですね、パスウェイマッピングに持っていきたいんですけど、その前提知識として配列情報、それから化合物情報についての話をまずしておく必要がありますので、この辺 のデータベースの話をお話してから、システムのマッピングの話を持っていきたいと。で、メタボローム関連のデータベースについては、ちょっと多分時間的に厳しいと思いますので、メタボローム関係でこういうデータベースがあるんだよというポイントの紹介をさせて、ちょっと紹介、メタボローム関連データベースの話 にさせていただきたいと思います。では中身に入っていきたいと思います。で、まずKEG データベースですね。 KEG とゲノムネットという、データベースがあるんですけども、そこの概要についてですね、どういうデータベースがあるかということ、概要についてお話をさせていただきたいと思います。KEG ですね、京都大学の、旧金沢研究室で、今も、定年で体感されて、引き続き開発されておられるんですけども、 KEG データベースというのが、ここ20年ぐらいまでって、多分日本でも代表的な生命科学のデータベースだと思いますけど、開発されております。で、 KEG というのは、京都エンサイクロペディア・オブ・ジーン・アンド・ゲノミクスという、そういう略称なんですけれども、ゲノムや分子レベルの情報から、細胞個体エコシステムといった生命システムレベルの情報について、理解するための、総合的なデータベースだというふうに理解していただきたいと思います。で、遺伝子や化合物などの分子部品のデータベースと、それらをつなぐ、ネットワーク、システムのデータベースからなっております。で、URL はここにお示しした通りなんですけれども、KEG というふうに Google で入れていただければ、トップページまで、多分トップヒットすると思いますので、そちらに飛んでいただくことができます。でですね、KEG はどういうふうなデータベースかなというと、概念的なものなんですけども、ゲノムの知識ですね、 KEG のジーンズというデータベース、他に付随したいくつかデータベースなんですけど、ゲノムの知識というのは KEG のジーンズというデータベース、それから化合物のデータベースは KEG リガンドの中に、コンパウンドとかいくつか反応とか、化合物の知識ですね、ここには、化合物の情報であったり、代謝反応の情報であったり、そういうふうな化合物の知識というもの、でそれらを、情報を、リンケージするシステムの情報として KEG のパスウェイ、ネットワークの情報であったり、 KEG ブライトというのは、階層分類ですね、オントロジー的なもの、そういう情報というものをまとめたシステム情報ですね。それとも最近、KEG のデータベースで力を入れているのは KEG の健康に関する情報ということで、メディカスとかドラッグとかディジーズとか、病気であったり医薬品であったり、そういう、疾患全般にわたるようなデータベースというのも作っております。今回ちょっと時間の関係でこれに関しては、ほとんどこちらの入り口から触れることはありませんけど、そのうち の関連の情報というのはネットワークのパスウェイの情報からアクセスできたりしますので、そちらの方からお話をさせていただきたいと思います。そういうこういうなんかこういうですね、配列の情報、ゲノムの知識、それから化合物の情報、システム情報で、相対のさまざまな情報のデータをリンクすることによって生命現象というのを再構築している、そういうデータベースというのが KEG データベースです。で、その中で、さらにですね、こういういろいろツール類ですね、それらをつなぐための、ゲノムとシステムをつなぐ、ゲノムの関するようないろんなツール、解析ツールだったり、化合物に関するような解析ツール、そういうものも提供しております。で、KEG でどういうデータをカバーしているかということに関しての、スライドはこれになりますけれども、 KEG でカバーしているものがこちら側、 KEG でカバーしていないものがこちら側です。基本的にはゲノムであれば遺伝子とかアノテーションの情報はカバーしていますけれども、制御療法とかバリエーションとか、そういう立体構造ですね、立体構造は午前中にお話があったと思いますけれども、そういう情報というのは KEG の中では持っていません。また、パスウェイ、化合物であれば二次元構造とか、薬とか代謝反応パターンの情報というのは持っていますけれども、立体構造とか速度定数とか動的なもの、そういうものに関しては持っていません。
で、パスウェイに関して言えば、対策、パスウェイとか制御マップ、まあ、病気とか薬の開発マップとかそういうものは持ってますけど、シミュレーション的なもの、主にまあ二次元的なものは持ってますけど、そういう動的なもの情報というのは、ケグの中ではカバーしておりません。そういうことで、そういうものに関しては、外部データベースとのリンクということで対応しております。でですね、ケグのその、いろんなオブジェクトっていう、いろんなそのデータベースたくさんあるんですけども、それに関しては、基本的にはその、それぞれのデータベースごとに ID がついてるんですけども、そういうデータベースごとに、プリフィックスと、そのデータベースの表すようなプリフィックスと、数字の基本的な ID、遺伝子に関してはちょっと違うんですけども、基本的にはそういう独自の ID をつけて、管理をしております。その辺の情報に関しては、KEG のオブジェクトというページに飛んでいただきますと、詳細に関しては見ることができます。で、一方ですね、ゲノムネットというのが、その KEG の、KEG と、こうするようなデータベースとして、ゲノムネットというデータベースがあります。こちらもそのゲノムネットで検索していただきますと、Google で検索していただきますと取れると思いますけども、URL はこちらになっています。で、ゲノムネットはどういうものかといいますと、ゲノム情報を基盤とした生命科学研究を促進するためのインターネットサービスということで、ケグを主管とする、ケグを肝に、根幹に置きまして、そのデータ、その主管とする、ケグ関連のデータベース群と、それらを解析するための計算ツール群ですね、ケグを中心としていろんなデータベースとネットワークを張り、それを、あとまたそれらのデータを解析するための計算ツール、開発した計算ツール群というものからなっております。で、どういうものかになってますというと、一つはデータベースの検索システムとして DBGET というのと LinkDB というのがあるんですけども、KEG と国内外のさまざまなデータベースを、これも統合データベースのサポートを受けてやられていたんですけども、KEG と国内外のさまざまなデータベースを統合的に検索できるようなシステムというのを持っています。この辺、ゲノムネットのページに飛んでいただいて、この辺に、ゲノムネットの DBGET サービスと、サーチと LinkDB サーチというのがあります。あとはその反応のオントロジーとかそういうものも、この辺も統合データベースのサポートを受けて作られていますけども、反応のリアクションですね、生体反応に関するオントロジーのデータベース、それからその他にいくつかプロジェクトベースのデータベースとかあります。でですね、LinkDB がどういうものかと申しますと、LinkDB ってデータベース間のリンクなんですけども、ケグを確認して、この辺が中、ケグのデータベース群なんですけども、ケグを確認して、国内外にいろいろデータベースがありますけども、その間のリンク関係ですね、DB、データベースとリンクをしております。そういうデータベースです。で、一方ですね、ゲノム、ゲノムネットでもう一つありますのが、ゲノムネットの計算ツールということで、いろんな計算サービスというのを用意しています。配列系に関しては基本的には他でもサービスというような中で開発しているものではない、ホモロジー検索とかモチーフ検索とかマルチプルアライメントの検索に関して検索サービスというのを提供しています。これに関しては多分いろんなところでやられる話と思いますので今日は触れません。あとですね、遺伝子機能アノテーションとか予測に関するものに関してはゲノム情報解析ツールというものを提供しています。それから化学構造比較とかケミカル情報解析として化学構造比較とかパスウェイ予測とか、そういうツールをいくつか提供しています。こういう形ですね、ざっと流させていただきましたけれども、こういうKEGのデータベースとゲノムネットのツールというのを、今日概要を紹介させていただきたいというふうに思っています。まずですね、システムの、コンポーネントの一つ目ですね、ゲノムネットケグゲノムネットの配列関係です。配列側のツールに、ものに、データに関する、ことについてもう少し詳しく説明をしていきたいと思います。データベースの名前で言いますと、ケグのジーンズであったり、オーソロジー、KO であったり、オーソロクラスター、それからツールとして、あとツールに関しても、いくつかちょっと紹介をしたいと思います。ですね、トップのページですけども、トップのページに行きますと、ケグのオーソロジー、KO ですね、機能アノテーション、オーソロジーというのは、中では KO というふうに呼んでますけれども、機能アノテーション情報です。それからジーンズというのは、ゲノム配列データベース。それから OC というのはオーソロクラスター。それからちょっと、ここに、ツールとして CARS というアノテーションツールですね。ちょっとここ入れてませんけれども、CARS に関してちょっとお話をしたいというふうに思っています。ですね、
でまず経営のジーンズデータベースのあたりから話をしていきたいと思いますけれども、その前にですね、まあ、ブラウザに行っていただきまして、検索で、まあ、Google でケグって入れていただきますと、おそらくトップにケグデータベースが来ると思います。まあ、ここをクリックしていただきますと、ケグのトップページに飛ぶことになります。まあ、こういう形になりますね。で、ここに入っていただきますと、ここジーンズですね。ここはケグのジーンズデータベースという、これからお話しするデータベースになります。では戻りまして、はい、ケグジーンズデータベースというのは、まあ、その配列に関するケグの、ケグの、遺伝子配列ですね、ゲノムが決まっているような生物種群とかそういう関連のもの の, ゲノム情報に関する配列情報に関するデータベースです。で、まあ、ジーンズの中にいくつかサブカテゴリーがありまして、まあ、ここにカテゴリーが書いてますけれども、ジーンズというのは基本的には NCBI の、これからちょっとどうなるか分からないんですけど、現時点では NCBI のレフシック の, データを主にベースにしていますコンプリートゲノムの情報を集めたものというのがジーンズ データベースです。で、 DGENS というのはドラフトゲノムであったり、まあ、その、まあ、植物なんかでまあまああるんですけれども、なかなかその NCBI のレフシックとかに入ってこないようなもので、まあ、重要なものっていう、まあ、ものっていうのが入ってきているのはドラフトゲノム、まあ、などのデータベースというのが DGENS になります。それからまあ最近、まあ、データの量が増えてきてますメタゲノムの情報に関しては MGENS っていうのをまあコレクションしています。あとはウイルスに関して VGENS っていうのが紹介したVGENS というデータベースも作っております。で、まあ、ここ緑で囲っている部分ですね、まあ、ブラウザのページ見ていただいて、ここのカテゴリーで、カテゴリーという部分ですね、ここをクリックしますと、登録データの一覧、登録されている生物種単位 の, 一覧表のページのリンクが飛ぶようになっています。で、ここにまあどういう、少しディスクリプションが書いているんですけども、こういうものがどういう配列が入っている、これそれぞれのデータベースにどういう配列が入っているのかということと、アノテーション作業をどういうふうにやっているのかということです。で、昔はちょっとマニュアルでやってた部分、主要な生物についてはマニュアルでやってた部分もあるんですけども、生物種が爆発的に増えて、今もう数千種類ありますので、とても手作業でやるときの人員はありませんので、コアラっていう、まあ、S サーチという、まあ、スミスウォーターマンスコアベースの、内部でアノテーションするためのコアラというツールがありまして、主要な生物種に関しては、コアラによるジノ、まあ、人員に関しては、コアラによるジノアノテーション、それから、それ以外のものと、あとでカースというツールを簡単に紹介しますけども、ブラストベースでジノアノテーションですね、もう配列をジノアノテーションするカースというツールがありますので、DGENS とかカースベースでアノテーションしているツールというのもデータと、まあ、2種類あります。で、先ほどのですね、ここのところから、まあ、コンプリートゲノム、ここをクリックしていただきますと、多分こういうページに飛ぶと思います。ケグオーガニズムですね。ここは、まあ、ジーンズに登録されている生物種の情報ですね。この辺は、まあ、分類群です。ここに、まあ、ケグの場合はその、ジーンズの生物種というのはアルファベット3文字もしくは4文字でそれぞれの生物種のゲノムに関して生物種コードというのをつけています。それから、まあ、生物種名ですね。学名。それから、まあ、ほとんどレフシックなんです。ジーンズの場合はレフシックなんですけども、レフシックの配列がどこから取られてきているかというデータベース転居のデータソースに関する情報が入っています。で、これちょっと、まあ、こういう形になっています。でですね、ここのトップの、まあ、一遍戻っていただいてメタ MGENS の一遍戻っていただいてここのメタゲノムのところをクリックしていただいても、上のところでメタのところをクリックしていただいてもどちらでもいいんですけども、そちらを見ていただきますとメタゲノムですね。メタゲノムの場合はこんな感じになっています。まあ、海洋性、主にその人の腸内環境のデータですね。このフリーで手に入ること、手に入れることができるようなものというのをいくらかこういう形で、まあ、メタゲノムの情報というのを公開しています。ちょっとこのスライドの方が少し古いので、多分ブラウザで行った方が少し新しいかなと思いますけど、まあ、ブラウザで行きますと、こちらですね、メタゲノムの方に行きますと、こういう形ですね。ちょっと今新しいのはこういうふうに分類されてますけど、こういう形で環境サンプルと人体内環境のサンプルだったり、そういう形でいろんなデータベースメタゲノムに関してケグの中で見ることができるようになっています。
でですね、次に、まあ、生物あの個々の、どういう情報があるかということですね。で、一つ戻りまして、コンプリートゲノムの方で、例えばですね、一番上ですね、こっちかな、こちらに、人ですね、HSA というこの3文字コードのところをクリックしていただきますと、あの生物ケグの生物種コードをクリックしていただきますと、こういうページに飛ぶことができます。ございますでしょうか。こういう形ですね。で、まあ、ここにそのそれぞれ の, あのゲノム情報ですね、どういうあのどういう生物種のものか、まあ、アノテーションが、どういうレベルでやっているかとか、まあ、あとNCBI の系統分類がどんな感じ、あのどういう分類かというと、データソースが何か、それから、まあ、そういう情報ですね、そういうことものがあの見ることができるようになっております。まあ、これが、まあ、その生物種の、ゲノム情報ですね。はい。で、まあ、ここ上ですね、サーチジーヌというところに、ここに、まあ、キーワードを入れますと、あの遺伝子の検索とかいう、あのその中の遺伝子ですね、遺伝子に検索して情報を取ることができるようになっています。よいしょ。これで、はい、で、はい、でまたちょっと、まあ、トップの方のジーンズのトップに戻るんですけども、ワードとかエントリー検索 の仕方なんですけども、データ検索、まあ、あの先ほどのテーブルのページですね、のところに戻りまして、こうあの下にはサーチウィンドウがあるんですけども、データ検索とかデータを取得、まあ、あのデータ検索 の, あのキーワード検索をどういうあのするゲブジーズに関してできる方法というのがここにあります。で、 Bfind っていうのはキーワードですね。あので Bget っていうのはエントリーなんですけど、エントリーに関しては基本的にはあのゲブの中のコードが必要、まあ、になりますので、基本的に、まあ、使われるのは Bfind、 Bget の方だと思いますけども、例えば、まあ、トップのページに行っていただいて、まあ、このサーチのところにあのそのまま、何でもいいんですけど、例えば羊人とかいうふうなこうあのキーワードを入れていただいて、人数に検索をしていただきますと、戻りまして、ここですね、サーチで、ここで例えばそうすると、まあこんな感じであのキーワード、あの引っかかるようなキーワードというのが取れてくるわけですね。でリストがざーっと流れます。で、まあ、あの任意 の, あの ID をですね、例えば一つクリックしてやる と,、それに関する細かいエントリーの情報というのが見ることができます。でですね、あと、まあ、先ほどあの Bget の話しましたけど、結局のジーンズの ID が、まあ、例えば、まあ、NCBI あの、NCBI の ジーン ID とか、まあ、GI とか、まあ、いろんなユニプロットと のあるキーワードがあったとして、あるID があったとして、それが結局のジーンズ であのどういう ID に対応するのかということを探すときに、まあ、結局オブジェクトというのがあります。で、トップのページに戻っていただきまして、ここにケグオブジェクトというのがありますけど、まあ、先ほどお見せした、まあ、この辺にどういうあの ID に関する説明がありますけれども、ここに、下の方ですね、ここですね、他の他のデータベース、NCBI の GeneID とか NCBI の GI、ユニプロットに関して、その、 あの ID ですね、を入れていただきますと、それをあのケグの、ケグの、 あの ID に変換をしていくんです。例えば、まあここですね、エグザンプルがありますので、これをコピーしてあの貼り付けていただきまして、コンバートということをしていただきますと、こういう形であの NCBI のこの辺は GID、 これですね、あのこういう形であの、これが、まあ、KEG の ID になりますけど、変換をして、まあ、してくれます。なので KEG の KEG の GID を KEG の ID を探すときには、まあ、こういうツールが受けています。でリストをまあ、リストを、まあ、そういう形で使うことができます。はい、
でですね、今度はゲノムネットの方からですね、まあ、他のデータベースの ID というのを先ほどは、まあ、キーワードを入力していましたけど一括取得ができるかと言ったんですけども、ゲノムネットのリンク DB というようなもので、まあ、中のデータベースと他のデータベースに関して、まあ、割とまるっと取ることができます。で、今度はですね、ちょっと、ブラウザの方で別のタブを起こしていただきまして、ゲノムネットを Google で検索していただきますと、大体トップにゲノムネットというのが上がってくると思います。で、そこをクリックしていただきますと、まあ、これですね、ゲノムネットのトップページに行きます。で、そこでですね、LinkDB というのをところに行っていただきますと、こういう形ですね、こういうのがありますけれども、はい、こういう、これが、まあ、データベースのリンク関係の図ですね。で、その下のところにダウンロードですね、イクイバレントリンクインフォメーションフォーセレクテッドオーガニズムということで、特定の生物種ですね、例えば、まあ、その、まあ、オーガニズムも、まあ、ケグの行動が必要なんですけども、例えば人なら人とのケグのに入っているデータベースのに対応する NCBI の GID、まあ、その対応関係のリストというのを網羅的に広く、まあ、例えばこれは人と NCBI の GID の対応関係なんですけど、まあ、選べるものというのはこんな形で GI とかジェンバンク、ユニジン、ユニプロットとか選べるわけですけれども、でオーガニズムに関してはここに、まあ、先ほどのテーブルを見ていただいて、オーガニズム の3文字なり4文字の ID リストを入れていただかなきゃいけないんですけども、そういう形で対応をテキストもしくは最近RDF 化というのが進められていますが、タートルとか NTRIPPLE という、まあ、RDF のデータで取ることができます。まあ、例えばこれはテキストファイルで取りますけれども、ここでダウンロードということをしますと、まあ、こういう形でファイルを起こします。でここでファイルを保存するということで保存しますと、多分、これが色物がこれでおそらくまあ、それぞれダウンロードされるべきところにダウンロードで設定されているところに落ちると思うんですけども、こういうこういう形でテグの遺伝子コードと NCBI の ID ですね、まあ、基本的には同等のイクイバレントで対応しているものっていうのを取りますので、そういう形で GID と人の ID との対応リストというのをまとめてまるっと取ることができます。はい、まあ、こういう形ですね、こういう形で、まあ、この場合はアラビの場合ですけど、まあ、とにかく、まあ、まるっとリストが取ると、リンク DB か、まあ、この辺のものですね、とケグの生物種の特定の遺伝子との対応リストを取得できます。でですね、まあ、ジーンズですね、先ほど、まあ、キーワード検索ですけれども、例えば、まあ、アスパルテートアモニアリア、まあ、適当なケグのよいしょ戻っていただいて、元ジーンズのトップページですねに戻っていただきまして、キーワード検索です。でここに、まあ、例えばキーワードは何でもいいんですけど、まあ、キーワード何か言いますというと、まあ、検索してこういう形でリストが出てきます。で、まあ、キーワードをクリックするとこんな感じになるわけですけれども、で、まあ、キーワード入れて、まあ、リストで興味あるものがあればその ID というのをクリックすると、はい、ジーンズエントリーです。この場合は、まあ、スライドの方は大腸菌のリスト上げてますけども、まあ、ここにスライドに書いてあるようなこういう情報ですね、いろんな
エントリーのエントリー名であったり遺伝子名あの定義、それからあと後ほど説明あの説明しますオーソロっていうのは、まあ、あの KO ですね、結構オーソロが ID の、まあ、アノテーションっていうのを情報であったり、それがどういうパスに出てくるか、この遺伝子がどういうパスに出てくるかとか、その機能カテゴリーの情報とか、いろんな情報があって、いろんな情報があります。まあ、配列の情報っていうのもこの辺 の, あのところですね、ボタンを押すとあの、ボタンクリックでダウンロードできたりとか、まあ、いろんなことができる。ちょっとざっくりいきます。でですね、先ほどから何回か出てきますけど、来てますけども、KO という、ケグオーソロジーというのがあります。で、あの、パスに、あの、パスウェイとか、まあ、いろんな機能情報あのですね、リンクするときに、KEG では同じ機能を有していると考えるオーソロ遺伝子というのを集めて、同一の ID ですね、あの、K 番号って言ってるんですけども、K 番号をつけることで、その機能を表現しています。で、まあ、新しいゲノムっていうのは、新しくジーンズに、どんどん、まあ、決められて、ジーンズに登録されるときっていうのは、まあ、あの、ジーンズデータベースに登録されるときには、遺伝子をオーソログループ、あの、まあ、コアラに、あの、カースさん、いろんなツールで、あの、ID をあのオーソログループにあの追加する、オーソログループを当てはめることによって遺伝子の機能アノテーションというのを行っております。で、ですね、KO のエントリーですね。で、まあ、これがそのこれ KO ついてないからな、それの方を説明しましょうか。はい、ですね、K をですね、まあ、ここには、まあ、オーソロジーの K の01744というのがありますけども、エントリー情報とか、まあ、それがどういう定義をされているものかとか、どういうパスウェイで出てくるかですね、そういう情報ですね。で、あとは、まあ、これがどういうあの分類、どういう分類に属しているか、それから他のデータベースではどういうものに対応するか、それから、その K をですね、この場合ですと、アスパラテータのアモニアライエスにあの所属しているようなその遺伝子あのアノテーションされている遺伝子群というのはどれだけあるあのどういう遺伝子があるかというリストですね、そういうものが手に入っています。で、一番下ですね、タキソノミー、なのでちょっと待ってください。やっぱりなのでちょっと結局のですね、トップページです。KO のところに飛んでいただきまして、ここに K ナンバーですね。K の01744って入れてください。ここに。それでゲットエントリーってしていただきますと、はい、今スライドでお見せしたものっていうのが、あの、オーソログの、結局のオーソログのナンバーが出て、まあ、こういう先ほどご説明しましたようにそういうものです。それでですね、タキソノミーというところをクリックしていただきますと、この KO というのが、このケグオーソロジーというのは、どういう生物種、ケグに入っているどういう生物種に存在して、どういう生物種に存在しないかというリストというのが手に入ります。で、まあ、ここですね、穴が開いているところというのは、色が変わっていないところというのは存在しない。でそれがイアノモというのは、まあ、その形容がこの生物に存在するということを示しています。はい、でですね、まあ、ここまではそのエントリーの方の、説明なんですけども、今度ですね、ゲノムネットの方でいくつかあのツールを開発していますけども、その中でケグの自動アノテーションサーバーというカースというものと、オーソロクラスターですね、網羅的にケグのジーンズに入っている生物全体でオーソロ関係というのを計算してテーブル化したオーソロクラスターというのがありまして、それを閲覧しますと OC ビューアーとありますので、その2つに関して紹介をしたいと思います。でですね、はい、で、ゲノムネットですね、下の方に行っていただきまして、ここにカースというのがあります。で、OC ビューアというのがここにあります。で、カースですね。はい、こういうものになります。で、ちょっとこれで、まあ、デモはできないんですけど、カースというのは、KEG の自動アノテーションサーバーです。入力としては、大規模シークエンスによって得られた生物質のアミノ酸とか塩基配列ですね、遺伝子コード部分の
リスト、まあ、マルチファスターマルチファスターファイルですね、そういうものを入力として持ってきます。でそうしますと、まあ、例えば自分で、まあ、ある種のある生物種 のゲノムなりメタゲノムなりそういう情報というのをまとめて決めたと。でそうすると、まあ、それが入力になります。で出力としては配列名と KO ですね、ケグオーソロジー。基本的にはケグ の先ほど申しましたようにケグの場合はいろんな機能アノテーションというのは KO を付与するということは、この KO ナンバーを付与するということがすなわち、まあ、機能アノテーションということになりますので、配列名と KO の対応表、それと、まあ、それにこれができることによってそれを、まあ、パスウェイにパスウェイにマッピングされた情報、ブライトニックっていう機能階層情報ですね、その2つのシステム情報にマッピングされた情報というのを手に入れることができます。で、まあ、CARSというのがどういうふうな原理になっているかといいますと、基本的にはどういうふうな考え方から開発されているかといいますと、これある種の、まあ、謎と稲ですけれども、ある種の、まあ、生物種のペアがいたときに、まあ、お互いのパラログ関係の遺伝子群というのがあったとして、まあ、当然その間には類似配列関係、配列類似関係が成り立つわけですけれども、その中で、まあ、当然どれかとどれかはベストヒット関係になりますし、まあ、数が合わない場合には片方向ベストヒットになる場合もありますけれども、必ずどれか一つベストヒット、もしくは双方向ベストヒットのものというのはお相手が存在するわけですけれども、ただ似ているよりもベストヒットである遺伝子同士がより恐るの関係になる可能性が高くて、双方向でベストヒットである遺伝子というのがさらに恐る関係である可能性が高いだろうという、そういう仮定に基づいて、まあ、機能アノーテーションというのを計算をしております。でですね、2つモードなので、その双方向ベストヒットモード、バイディレクショナルのベストヒットモードというのと、ただのベストヒットモード、シングルのベストヒットメソッドというの2つのメソッドを持っていますけれども、入力データがコンプリートでゲノムであるとかある程度の網羅性があるものに関しては双方向ベストヒットモードというのを使っていただくのがよろしいかと。で部分的な配列であったりメタゲノムとか複数の生物が混ざっていて、なかなか双方向ベストヒットというのは取りにくいようなものに関してはシングルベストヒットモード、ベストヒットモードを使う、まあ、そういう形でその網羅的な配列を投げてやって、まあ、機能解析がKO アノテーションというのは配列に対してできるという、まあ、そういうツールであります。で、まあ、どういう、その前にちょっと、ですね、細かくは、あれなんですけど、まあ、ジョブリクエストのページを簡単にお見せしますと、こういう形になってまして、まあ、ここにテキストデータを貼り付けます、これか、貼り付けますか、まあ、ファイルのアップロードもできますけども、クエリネームというのは、適当に名前を付けていただければよろしくて、まあ、E メールアドレスというのは、基本的には計算にかなり時間がかかりますので、計算ができたよということが、E メールアドレスに返ってきます。そういう情報が返ってきて、そこで、URL ですね、データにアクセスできる URL が送り返されてくるという、そういうことになってますので、ここに、まあ、E メールアドレスを入れていただくと。で、あとはその計算の仕方ですね。基本的にはその KO アノテーションしますので、すでにケグのジーンズにある、遺伝子の KO の遺伝子と KO の対応情報に関して、まあ、とりあえず、そういう、まあ、ケグのジーンズに対しての、一部分に対して、ブラストをかけて、双方向ベストヒットを探してということをそういうことを計算をやってるわけです。ただ、まあ、もちろん網羅的に全部やると、ものすごく計算に量がかかりますので、まあ、アップ40オーガニズムですね、40生物種ぐらい、まあ、制限されてますけど、まあ、そのもうすでにリプレゼンティブで用意されている、まあ、ジーンズ全体のセットとか、まあ、ユーカリオートとかプロカリオートとか、まあ、いくつかの、まあ、そういうところを自分でマニュアルにこういう生物種と当てたいという自分で選ぶとか、まあ、いくつかの方法があって、アサイメント、先ほど申しましたバイディレクションなのかシングルディレクションなのかっていうのを選ぶという、まあ、そういう形でデータを投げていただきますと、まあ、機能アノテーションをしてくれる、まあ、そういうサービスです。で、そうですね。で、それで、そうすると、まあ、先ほど申しましたように、まあ、これは、まあ、DGENS のブドウを計算したときのデータを、まあ、網羅したので、まあ、サーバーに投げたわけではないですけれども、こういう形で配列と KO の関係という対応関係のデータというのがありまして、それを KO を介して、システム情報ですね。KO を介して、パスウェイにマッピングされたりとか、まあ、その、機能カテゴリーの、階層情報にマッピングされたりとか、そういう形でマッピングされた情報というのが手に入ると、そういう形になっています。まあ、こういうツールが CARS というツールです。
多分ケグの、ツール群の中でも比較的よく使われているツール群だとは思います。で、次がですね OC ビューアーというのは、ケグの、ちょっと詳しい内容、バックグラウンドに関しては説明しませんけども、オーソログの、今は最近いくつか網羅的にオーソログ計算されたような、網羅的にいろんなゲノム生物数に関してオーソログ計算をされているデータベースがいくつかあるんですけども、ケグに関してもケグにあるケグのジーンズデータベースですね、 D ジーンズとか他は入ってませんけど、ケグのジーンズにある全生物数の遺伝子のオーソログというのを計算、総型で計算した情報というのを持っている、そういうデータベースです。で、これをまた戻っていただきまして、ここですね、OC ビューアーというのがあります。ここをクリックしていただきますと、OC ビューアーのページになります。で、例ですけども、例えばちょっとこれをクリックして入れていただいて、例えばパイロベットデキロメナーズっていう、コースありますけど、それのタームに関してサーチを入れていただきます。サーチですね、検索をしていただきますと、こういう形でイルビン酸のデキロメナーゼですね、それが入っている、そういうキーワードが機能情報に入っている、遺伝子が入っているオーソログクラスターの情報というのがあります。で、このスラッシュの左側と右側というのは、右側というのはこのオーソログクラスターのサイズです。で、左側というのはそのキーワードで、キーワードが当たっている遺伝子の数になります。例えば、で、その後ろにですね、それがどういう、バクテリアかユーカリオとか、アーキアか、それとも、その複数かという、そのどういう生物カテゴリーにのクラスターか、オーソログクラスターかというのはその後になってまして、最後に KO というのはその KO が載ってしまう、そのオーソログクラスターにどういう KO 番号というのが出てくるかという、そういう情報ですね。KO 番号とそれが何個入っているかという数ですね。これだとほとんどもこの KO、おそらくこれじゃないかと思いますけど、そういうクラスターになっています。で、ちょっとこの5番目のやつを言ってみましょうか。はい。で、そうすると、これで、5番目のやつですね、この OC427805 というのは635個の配列があるわけですけども、それが生物質のカテゴリーですね、階層的にどんどんつないでいってるんですけども、そういうどういうリスその中でサブその下の階層ではどういう何番のグループに入っててっていう、階層的にだんだん下から順番に近いもの近いものって組み上げていってますので、そういうオーソログのクラスターの情報というのが入ります。で、かなりライズサイズなのでキリがないんですけども、下の方を見ていただきますと、それがどういう KO がいるかっていうものっていうのは、この場合はちょっと結構複数の KO が入っているクラスターなんですけど、ピルベットパイルベットデキロルゲナーゼであったり、ちょっと違うアイソホームだったり、いろんなよく分かんないものであったりついています。で、それがどういう生物子群に、このクラスターにどういう生物子群の遺伝子がいるかということですね。あとはタキソノミー的にこのオーソログクラスターにどういうタキソノどういう配列が入っているかということですね。で、その KO がどういう分布を示しているかという、先ほどの KO のに色がついてますけれども、この KO がそのこのそれぞれの生物について、どういう、KO が当たっているか、白いのは KO がついていない遺伝子ですけども、そういう形でアニマルの場合はいくつかあって、他のものに関してはこんな感じというのが見えるようになっています。そういう形でオーソログですね、オーソログという切り口からいろんな遺伝子群、近隣の遺伝子群を探していきたいときに、こういうツールもありますよということ。ここまででもこんなに時間使ってるのか。はい。で、ゲノムネットもちょっと簡単に飛ばします。ゲノムネットからの遺伝子データベースの一括検索機能というのは、こういうゲノムネットのトップページから検索して、網羅的にリストが取れますよということで、ここまでが、遺伝子の情報ですけども、次にゲノムネットの化合物情報に関する情報を説明します。化合物情報ですね、ちょっと簡単に端折っていきたいと思いますけど、リガンドという、化合物情報のデータベースと、それと、あと検索です、化合物の類似性検索とか部分構造検索とかいうツールがあります。リガンドデータベースというのは、その、
結局の、まあ、化合物関係に関する、まあ、情報をまとめているようなものです。なので化合物とか、まあ、糖鎖とか反応に特化した入り口になっています。で、まあ、ここにリガンドのサブカテゴリーですね、あと、まあ、どういうアイデンティファイアを使っているかとか、ここのデータベースに関するデータの説明ですね。結局のケモに関する性格的な部分に全般を扱っています。でコンパウンドですね。で主に代謝化合物を収録したデータベースです。で構造は二次元グラフで持っています。ちょっとで、ちょっともう KCF に関してはちょっと省略をします。でグリカンに関しては糖鎖の構造を収録したデータベースですね。構造もこれも二次元のグラフで持ってますけども、グリカンのちょっとまあ特殊なグリカンのフォーマットで持っています。でそれに加えてまあ特徴としてはまあケグの性格、まあ、これがパスにつながっていくわけですけども、ケグのリアクションとか R ペアとか R クラスとか性格反応に関する情報を持っています。リアクションというのは性格反応、代謝反応に関する生体内の反応のデータベースです。で R ペアというのはその反応の中でその反応のペアを基質と生成物の部分変化に関して集めたデータベースです。でその R ペアというのを分類したものと R ペアをパターンで分類したものというのが R クラスです。エンザイムというのは IUBMB の酵素番号のデータベースなので、まあそういうものです。でリアクションと R ペアと R クラスですね、まあ、R の00259というのがありますけれども、を例にとりますけれども、ですね、ケグのトップページに戻ってきまして、ゲノムネットの方ですね。ゲノムネットの方にケグのリガンドというページがあります。でここに、まあ、リガンドで先ほどのページになりますね。でそこでケグのリアクションのページに飛んでいただきますと、はい、これが例になりますけども、はい、あります。でちょっと RP に飛んでいただいて、259か、アルペアのその中にここに258、まあ、こんな感じでですね、これじゃない、ごめんなさい、ここです。 R の259というのを飛んでいただきますと、これはリアクションですね。はい、はい、まあこれがこのエントリーというのはリアクションですね。反応のエントリーなんですけれども、名前であったりとか、まあ、そういう、デフィニション情報があって、でまあ、反応と相対というのはまあ、このデータというのはリアクションのデータです。でリアクションの基質と生成物が、まあ、反応すると、この部分はこういきますし、まあ、一部分付け替えが起きるわけですね。結局反応が付け替えが起きて、これとこれの組み合わせだったのが、これ組み合わせだったのが、この青い部分がこっちに移って、この組み合わせとこの組み合わせになるわけで、まあ、部分の関係としてはこの部分とこの部分、この部分とこの部分、この部分とこの部分というのが、まあ、対応関係にあるわけです。ということは、まあ、化合物の対応関係としてはこれとこれが共通部分を持ち、これとこれが共通部分を持ち、これとこれが共通部分を持つということで、その共通部分を持つもの同士のペアというのを反応の部分反応部分というのをリアクションペアというふうに定義しています。で R ペアというのはこれをこう原子アライメントして反応前後の変化というのをパターンとしてデータ化しているものです。でリアクションというのはこの R この部分反応の R ペアの組み合わせでリアクションというのは表現ができると。このリアクションであればこの3つの R ペアを組み合わせるとこの反応ができるわけです。で、まあ、そういうデータベースです。でさらにこの R ペアというのができたら、その R ペアというのをリアクタントペアですね、このペアがどういうふうに変化したかという組み合わせというのを取ったものというのが、分類したものが R クラスというものです。で、まあ、キーワード検索ですね、ちょっと時間がないので、まあ、こういう形でリガンドでも同じふうに化合物の検索ができますよということで流させていただきます。でコンパウンドのエントリーというのは先ほど申しましたようにこういう形で構造表示とか、まあ、データベースのリンクであったりいろんな他のデータベースのリンクデータの情報とか、まあ、そういう情報が載っています。で、まあ、キーワード検索をしてでリアクションのエントリーというのは、まあ、そういう感じですね、はい、でその中で部分反応と R ペアというのはその部分反応の部分のアライメントの結果であり
まあ、そういう情報、あの細かい情報、そういう情報というのは、それに関するいろんな情報というのが載っています。その RPA の対、ね、組み合わせで、それが RDM で変化パターンがあのどういうふうなものかというのを、あのテグの、あのその、まあ、テグの、まあ、表記を式で示したものという RDM の情報というのが載っています。でそれを分類したものというのが R クラスになって、その特徴抽出ですね、そのあの同じようなあのあの変化部分というのを持っているものというのを集めたものがあの R クラスになります。で変換パターンが共通なもの、それがどういう図的にどういうふうに表されるかという情報ですね。あとはまあそういうあのいろんなどういうこれがどういうパスに出てくるか、そういう他のケグ内のいろんなデータベースとのリンク関係というのが示されています。でそういうあの遺伝子の場合に、まあ、遺伝子のデータベースがあって KO で機能分類があって、そのモジュール関係というのが、まあ、ちょっとモジュールは後から出ますけども、モジュール関係というのが出てあの取れるように、あの反応の場合も反応がリアクションクラスに分類できて、それがまあその連続してあの同じようなものが連続して現れるパターンというのはリアクションモジュールという形で分類できて、構造変化パターンを分類して同じような変換パターンというのが類似して出てくるというのは正確反応、正確反応ではまあまあ出てきますので、そういうものを集めたものというのがケグリアクションモジュールというデータベース、そういうものも作っております。で、まあ化合物ですね、ケミカル情報の解析ツールとしては、まあ、そういう形で化学構造 のいくつか検索ありますけど、シムコンプかサブコンプというのだけちょっと軽く紹介したいと思います。でシムコンプ、サブコンプというのは化合物の類似性検索とか部分構造検索のツールです。でシムコンプというのはデータベースの化合物、あの、への化合物の類似性検索。シムコンプ2というのは問い合わせ化合物ですね。2つ化合物問い合わせに投げて、その間での類似性検索。サブコンプというのは化合物の部分構造ですね。サブストラクチャーの検索するのがサブコンプです。で、ですね、ちょっとそれだけ簡単に。ゲノムネットのトップページに行っていただきまして、そこで、シムコンプというのがここにございます。でこれをクリックしていただきますと、こういう形ですね。で、まあ、キーワード、まあ、シムコンプ、シムコンプ2、サブコンプってあります、ね、今、シムコンプなんですけれども、ここで、まあ、このエントリーですね、この例を貼り付けていただきまして、はい、でこれにで、まあ、検索、まあ、他にモルファイルを使ったりとか、モルファイルをテキストでベタと貼り付けたりとか、スマイルズを使ったりとか、検索 あのキーワードの与え方っていうのは、はい、直接構造を与えたりとかいろいろできます。でここで、まあ、結局のコンパウンドを与えた場合はビューストラクチャーをしますと、こういう形でストラクチャーが見えますの で検索できるデータベースに関しては結局のコンパウンド、それから結局のドラッグデータベースですね、あとはあのナプサックというデータベース、奈良センター内 の金谷先生が作っておられる天然物科学 の天然物のデータベースがあるんですけども、それと、まあ、あのリアクションですね、ケグのリアクションと、それだけ検索できます。例えばここでケグコンパウンドでこの化合物を検索しますと、ここでコンピュートしますと、多分こんな表が返ってくると思うんですけども、類似性の高いものから、まあ、スコア付けがされて出てくるんですけども、類似性の高いものから順番にリストが出てきますという形ですね。はい。で、ここまでですね、ちょっと端折りましたけれども、はい、で、で、まあ、ゲノムネットから化合物に関しても、ゲノムネットのトップページにキーワードを入れて、あの一括検索もできます。はい。でですね、ここまでが、化合物系ですね。であと、まあ、システム情報ですね。システム情報をツールとしてパスウェブライトモジュールとかケグのマッパーですね。多分ここは一番重要だと思うんですけれども、まあ、あのシステム情報に関する情報をお話したいと思います。で、システム関係ですね、パスウェイマップに関するあのパスウェイのデータベース、それからブライト、それからモジュールのデータベース、あとケグのマッパーというこの辺のシステム情報にマッピングしていく、いろんなそのあの自分のデータとかいろんなデータをマッピングしていくツールというのがあります。はい。で、ケグのパスウェイというのはどういうものかと申しますと、まあ、生体内外の分子間のネットワークを表したネットワーク関係の情報を集めたのがケグのパスウェイです。で、代謝系ですね、中間代謝とか二次代謝とか薬の代謝とか、そういうものを集めた代謝系のもの、それから制御系ですね、
遺伝子制御だったり環境シグナルとかそういう情報、それからまあ疾患関係、がんとかいろんなその辺のシグナル伝達の情報、それから薬の開発を関係の情報をまとめた情報、その辺をひっくるめてテクノパスウェイと呼んでいます。でテクノパスウェイマップがどういうふうにできているかということを、まあ、簡単にご説明したいと思うんですけど、まず文献情報ですね。文献情報で、まあ、化合物 A と化合物の B の間をこういう遺伝子が作ってるよって、媒介し変換してるよっていう情報、まあ、文献が出てきますけど、文献からそういう、まあ、これがさらにつながったようなネットワークができるわけですけども、そういう情報っていうのを文献から取ってきまして、そこの文献情報ですね、いろんなそのネットワークの、もうちょっと大きい情報っていうのが集まってくるわけですけど、まあ、ここの部分に関してはそういう形になります。でそこからリファレンスパスウェイというマップが作成されます。そうすると、まあ、リファレンスパスウェイの KO というのができる、K の何番という、まあ、リファレンスパスウェイのマップというのができるわけです。でそれに関して KO と化合物のネットワークのリファレンスパスウェイというこの KO に対して生物仕事のパスウェイというのは、それにこの KO の何番この反応に関して他の生物ではこの遺伝子が対応するよねっていうのをまとめた、先ほどの結局ケグノオーソロジーですね、ケグノオーソロジーのものができる。でそれがパスウェイのパスウェイのところにマッピングされると、そういう形でケグノパスウェイというのは出来上がっています。なので、まあ、先ほども繰り返し申しますように、 KO 番号というのは、まあ、ケグノパスウェイが作成されるうちで肝ということになっています。はい、で繰り返しですね。これはでこれは、まあ、ケグノパスウェイの中でグローバルマップという形で全体像を見渡せるようなマップですね。まあ、これからケグノパスウェイのいろんなパスウェイを紹介していきたいと思うんですけど、まあ、こういう形で、まあ、こういうグローバルマップ、それからここのマップもあるんですけど、まあ、これが疾患のマップですね。疾患のマップに関しては、これまあ例えば大腸がんのマップなんですけれども、病気の進行度合いにがまあ軸になっていて、こちら側はシグナルがどういうふうに伝わっていくかということが1枚のマップで表される、そういう疾患マップというのもございます。でこれはまあ薬の開発に関するマップですね。薬がまあある種の構造、薬の構造がして、まあそれがどういうふうに構造展開されていったという薬のまあ開発の歴史的なまあ変換関係のマップですね。これはペニシリ菌の構成物質の構造がどういうふうにこう変換されて新しい薬ができてきたかというマップになります。で、まあ、これが、まあ、これはケグの一般的な代謝系のマップですけれども、こういうマップになっています。で代謝系のケグのパスウェイに関しては、パスウェイのメニューと、まあ、どういうで、まあ、オーガニズム、まあ、この辺のメニューがあったりとかですね、はい、しています。で、まあ、ユーザーデータのマッピングとかもできるんですけども、こういう形です。で、で、まあ、この辺がパスウェイマップ、それからこの辺がディスクリプションですね、説明になっています。で、はい、パスウェイエントリーのところをクリックしていただきますと、パスウェイのエントリーですね、ディスクリプションの情報と、まあ、エントリーの ID の情報とか、まあ、そういう情報ですね。で、モジュールの情報だったり、まあ、いろんな情報というのがあります。で、はい。でですね、はい、ですね、で、まあ、元のページですね、これがまあ一番パスウェイでよくアクセスされるページだと思うんですけども、そこでですね、ここにまあウィンドウがあるんですけど、ここで、まあ、先ほどの写真、リファレンスパスウェイというのは、まあ、KO とか、あと EC 番号のリファレンスとか、反応番号とリンクしているリファレンスとか、いくつかリファレンスパスウェイが白地図のものと、特定のその結局のベーシックなID と紐付けられているリファレンスパスウェイがいくつかあります。でここで特定の生物種を選んで GO をしなり、その、リファレンスパスウェイ、特定のリファレンスパスウェイを選んで GO をしますと、そのUマップが、飛ぶことができます。 KO というのはオーソグエントリーへのリンク、 EC というのはコースエントリーへのリンク、リアクションというのは反応エントリーへのリンクになっています。で生物種名に関しては、まあ各生物種の遺伝子エントリーにリンクする、でまあ、生物種を、特定の生物種というのを選んですることもできます。はい、そうですね、解凍系の、まあ、そういう形でリファレンスパスウェイです と、対応する、まあ、EC なり KO ですと対応するまあ、オーソルグエントリーだったり、まあ、EC がついているものに関して情報があるものについてこういう色がつくようになっています。色をついてクリックすると情報が見れるようになっています。
で、まあ、リストの生物種ですね、ちょっと限定、あの生物種を限定するということもできるようになっています。あのちょっとあの、ウェブページがあれなので、まあブラスライドで説明しますけど、リストの生物種ですね、まあ、特定の生物種しか興味がない場合に関しては、あの長いリストはしんどあのを、まあ、あのカテゴリーですね、例えば、まあ、あのマーマルであったり哺乳類しかだけしか見ないよという人はマーマルであったり、そういう形で絞り込んだリストにすることもできます。で、まあ、検索ですね、キーワード検索であったり、あとですね、パスウェイマッピングのサーチパスウェイとか、まあ、パスウェイマッピングというのができるようになっています。で、パスウェイに関してもキーワード検索ができるようになっています。いろんなキーワードをかけてあって、まあ、このウィンドウでキーワード検索ができます。で、オブジェクトですね、このあたりからまあ多分必要な情報になってくると思いますが、テクノパスウェイにオブジェクトに色をつけるということができるようになっています。で、さて、いけるようになってるかな、ですね、テクノ、パスウェイのトップページに行っていただきまして、はい、ですね、この辺ですね、サーチパスウェイとかいう、カラーパスウェイか、まあ、とか、まあ、この辺がまあマッピングの、ツールになります。この辺は後でやるとして、マッパーやな、これはどれだっけ、カラーパスウェイか、カラーパスウェイですね、カラーパスウェイとかいう形で、パスウェイのマッピングに関してはちょっと後でまとめて、紹介をしますので、ちょっとこれでスライドを少し流して、はい、で先にちょっとこちらをやろうと思います。ケグのゲノムですね。ゲノム情報というのはケグの生物種ごとの入り口で、ケグの、ジーンスとか D ジーンスとか、まあ、こういうのもありますけれども、生物種の組み合わせで、あのマッピング情報、あのいろんな生物種の情報に関して入っていくことができるページです。で、ですね、に戻ってきまして、ここにケグのゲノムというのがございます。ケグのゲノムということで、まあ、生物種ごとのエントリーページなんですけど、ここにですね、ゲノム比較のためのマッピング、そのケグに入っている生物種の中のゲノム比較をとか組み合わせを 見るようなマッピングということができるというのがございます。これもケグのマッパーを利用しているんですけれども、例で説明しますと、まあ、ゲノムの比較であったり、ホストと共生の関係とか、そういうふうな情報ですね、ここにいくつか例がありますね、そういうのを複数のゲノムっていうのを組み合わせて、マッピングすることによってということですね。まあ、ここで、まあ、よく説明に使っている例で、このですね、アブラムシとその共生菌のですね、共生関係をマッピングしたのこの API プラス GUC っていうのがありますけれども、ここをちょっとクリックしてみてください。そうするとこういう形でですね、2つの複数のものですね、でを見ることができます。ちょっと説明のために戻りますけど、基本的になので、そのここにはまあこれは例を示してますけど、こういう形でケグの3文字コードです。ケグの生物種コードですね、生物種コードのを足し算で組み合わせて、こういうふうに、ま、ここで Go をしますと、まあ複数の生物種っていうのを組み合わせてカラーリングしてマッピングすることができます。でここでパスウェイマップに飛びますと、でこれで、まあ、いきます。で こういう形でパスウェイマップですね、この2つの生物種が組み合わされて色付けされたパスウェイマップのリストっていうのが出てきます。でここで、まあ、ちょっと特徴的な例としてお示ししたいのは例ですけれども、アミノ酸の代謝ところで、ですね、ここですね、290番バリン、ロイシン&イソロイシンバイオシンセスという例がありますけれども、ここをクリックしていただきますと、こういう形ですね、はい、ですね、はい、今見れてると思い、ウェブの情報が見れてると思いますけど、共生関係、まあ、マッピングしてるわけですけども、緑のものっていうのがアブラムシです。で
赤いもの、赤いピンクでマッピングされているものというのは部分狙いです。アブラムシの強制細菌ですけれども、この2つですね。これが、まあ、分岐アミノ酸の整合性経路が、まあ、3つの、イソロイシン、バリン、ロイシンですね。ロイシンの整合性系ですけれども、このどのパスウェイもですね、この単独のピンクだけでも、グリーンだけでも、このパスウェイというのは成立しないんですけれども、この両方を組み合わせてやると、パスウェイができる。その共生関係が成り立っているということは、このマップから見ることができます。でですね、戻っていただいて、トップのですね、メタボリックパスウェイのページに飛んでいただきますと、ちょっと、こんな感じですね。はい、こういう感じのに飛べるかと思うんですけども、はい、スライドでお見せしますが、こちらではこういう形ですね。で、緑のものがアブラムシ、赤いものがブフネラ。で、青い部分というのは両方共通に持っているパスということで、2つのこの共生関係というのをパスウェイマップにマッピングしていることができるようになっています。こういう形で、そのケグに既にある生物種群の情報というのを2つ複数組み合わせてマッピングするということができるようになってまして、これでその、比較、ゲノムの比較であったり、その、共生関係だったり、まあ、いろいろそういう、まあ、組み合わせてマッピングして情報を見るということができます。でブライトっていうのは、まあ、これも簡単に触れますけれども、パスウェイの、まあ、階層情報、階層分類情報で遺伝子だったり化合物だったりシステム情報、いろんな、まあ、薬とか病気の情報点、そういうのを、まあ、階層関係で分類した情報です。で、はい、ね、まあ、これもオブジェクトマッピングができるようになってるんですけれども、ちょっと時間のかで、あと、まあ、時間の関係で飛ばしまして、でここですね、結局のモジュールというのはマニュアルで位置された生物種の機能ユニットのコレクションということで、これは、まあ、パスウェイモジュールとかストラクチャーモジュールとかファンクショナルモジュールとかあるんですけど、要は要するにケグノパスウェイの代謝パスウェイとか、まあ、機能単位ですね、機能単位で組み合わさっているもの、要するにオペロンであったりとか、それとかあとは、まあ、その複合分子作ってたりとか、そういう機能的に必須なグループ単位というものをまとめたような情報として、モジュールというものは、モジュールというデータベースも作っています。それに関しては、はい、まあ、これに関してもそういう遺伝子の KO の組み合わせということで、そういうデータベースができています。これに関してもマッピングができるようになっています。こういうシステムの情報が持ってまして、で、まあ、マッパーになるんですけれども、パスウェイブライトモジュールとかそういうオブジェクトを探索して色付けするようなツール群です。結局のオブジェクトに関して、オブジェクトに関して色とか、あるいは数値を指定してパスウェイにマッピングすると。で、目的に合わせて、まあ、組み合わせでツールがあります。ちょっ と、スライド古いかもしれませんので、ですね、はい、ケグのトップページですね。はい、ですね、ここです。はい、アナリシスツールのところに、ここですね、ケグのトップページに戻っていただいて、ここにケグマッパーというのがございます。ここにクリックしていただきますと、ケグのマッパーの種類ですね。まあ、大きくやる手法によって、サーチ系、サーチとサーチ&カラーとカラーという3種類あります。それと、まあ、マッピングする対象によって、あと リコンストラクトですね。リコンストラクトパスウェイというのは、です、いうものがあります。はい、まあ、そういうものがあって、あとはブライト系もサーチ、まあ、あとはマッピングする対象によって、変わってきます。マッピングする対象が、パスウェイかブライトかモジュールに分類するか、マッピングするかということですね。あとはまたそういうマッピングとありますけども、ここでは、まあ、パスウェイマッピングに関して主に説明をしていきたいというふうに思います。はい、でですね、まずサーチパスウェイですね。サーチパスウェイというものをやっていきますけども、サーチパスウェイですね。はい、これが、まあ、サーチパスウェイです。非常にベーシックなものですね。で、結局、あれ
で、昔は例が足りなくなったか、サーチパスウェイというのはですね、エンターです、エントリーにですね、マップ、まあ、あるいは、生物種に、キーワード、オブジェクトをなんか、まあ、特定の生物種のマップ、あるいはその KO のマップとか EC とか、リアクションの、もしくは白地図のマップに関し対してマッピングをしていく、ID を、オブジェクトを検索して色付けをしていくという、そういう一番シンプルなツールです。で、しまった、変わってるな、なので、ですね、ここにですね、例として挙げてますのは、はい、ですね、でまあ、ここオーガニズムを入れますと、ここで例えば、まあ、HSA とか選ぶと、まあ、生物種特異のマップにを、ここに誰か入れた方がいいな、ここに HSA と入れますと、まあ、例えば人のマップになります。でここでは例として、HSA を入れていただいて、で HSA の7167、それからスペースで、CPD、コンパウンドですね。CPD はコンパウンドの略なんですけど、CPD の C の00118というのを例えば入れてみます。で、これで入れてみますと、まあ、これはもう2つしか入れてないんですけれども、そうするとそのオブジェクトが出てきたパスウェイのリストっていうのが出てきます。まあ、いろんなところに出てきてるんですけれども、まあ、例えば、上から3番目ですね、回答系を選びますとこういう形ですね。ここに色がついてますけれども、コンパウンドと入力したものっていうのが赤く色がつきます。基本的にサーチパスウェイというのは、まあ、一番シンプルなもので、探したものって、探したものって探し入力したものっていうのに赤く色、赤い色がつくだけという一番シンプルな、まあ、探し物する時の色付けの パターンだと思っていただければいいと思います。で次ですね、でよいしょ、出まして、リコンストラクトパスウェイというのは、先ほど のマルチプルの比較の時にも多分これだと思うんですけども、ここでですね、これをジーンリスト、ジーンリスト2というのを、新しいウィンドウで開いていただいて、これを、コピーして、このウィンドウにペーストして、まあ、どういうものが入っているかというと、生物種ごとに遺伝子と K 番号の対応、遺伝子ナンバーと K 番号の対応表みたいな、例えばこんなリストがあったとします。こういうリストがあったとして、それを投げてやりますと、結局、まあ、どういうことが起きるかといいますと、リコンストラクトパスウェイというのは、まあ、こういう、生物種ごとにその遺伝子とこう、まあ、K 番号の対応表みたいなリストを投げてやると、このマップの方にそのどの生物種はどういう、こう色が何色か生物種ごとに塗り分けられて、どの生物種はどういうところに遺伝子を持っているというのが、まあ、見られるような、そんな感じになります。そろそろ返ってきたかな。はい、こういう形ですね。これもリストが返ってくるわけですけれども、例えば、まあ、これで回答系っていうところを見てやると、こういう形ですね。はい、この辺は
生物123あるけど4がないとか、そういう形 の、 あのここは全部あるとかですね、そういうのを1色2色3色4色って塗り分けた形で、そういう形であの、マッピングですね、あの複数生物種のマッピング色分けができると、先ほど の、 あの、アブランシとブフレナでやったのと同じような感じのものができることになります。なので先ほどのはまあ器具 の、 あの中にある生物ですけど、自分でまあ系番号とのリストっていうのを生物種ごとに投げてやると、こういう形でマッピングができます。こういう生物種ごとの比較っていうのができるということになります。で、これが、リコンストラクトパスウェイですね、再構築パスウェイの複数の生物種から、まあ、の情報とか、まあ、単一でもいいんですけど、生物種 の、 あの遺伝子系番号のリストを投げて、あの系番号何々 の、まあ、あの番号リストを投げてリコンストラクトするというのが、まあ、器具のリコンストラクトパスウェイです。で次がサーチ&カラーパスウェイですね。サーチ&カラーパスウェイというのは、はい、これに関しては、これもはい、ですね、これはですね、先ほどの、サーチパスウェイのちょっと進化系というか、サーチパスウェイにですね、あの色ですね、あの、色情報をですね、付加して与えたような感じです。なので、まあ、ちょっともうあれですけど、先ほどはこうあの ID 番号だけ投げたような格好になりますけども、今度は ID に関してフォアグラウンドとバックグラウンドの色の情報を付加してやることによって、先ほどはまあ赤色が、あの赤い枠がついたような格好になりましたけど、今度はその色指定でマッピングができると、それあの探せると、まあ、あの色を付け分けられるというのがサーチ&カラーパスになります。でですね、今度はカラーパスですね。カラーパスに関しては、今度は先ほどまでのやつはあのパスマップ全般にやってましたけど、今度はまあ特定のパスを指定して投げるんですけど、その代わりにですね、あのカラーパスでそのレンジとかですね、色のまあ段階調的な段階 の、 あの付け分けとか、そういう形でまあ色の階調的なあの塗り分けとか、そういうのができるようになっているのがカラーパスです。はい、カラーパスウェイなんですけど、はい、カラーパスウェイですね。例えばまあここですね、こういう形でカラーパスウェイでマップ番号を今度はあの今までは、まあ、あのパスウェイマップ、人のマップなら人のマップ全般に検索してましたけど、今度はまあ人の、例えばある種の特定のマップに関して、例えば HSA の5200、ここのこれをコピーして貼っていただいて、それにですね、まあ例としては、このコスミックのデータですかね、これをやっぱり新しいウィンドウで開いていただいて、まあこういう形であの数値情報ですね、数値情報をあの人結局の遺伝子コードに対して与えられた人の数値情報っていうのを、あそここれコピーしたかなか、これを一遍ダウンロードして、これを、名前をつけてダウンロードしていただいて、例えばデスクトップに保存していただいて、でこれでファイルの選択で参照で、これですね、コスミックを選んで開いてください。で例えば今回ニューメリカルバリューを投げますから、で今あの数値を投げることもできますし、あらかじめ色ですね、色を、まあこういう形で例えば色を指定したものを用意してもらって色情報を投げてもよろしいです。で今回はあの色情報を投げています。でまあこれで色情報や数値情報を投げています。でそれでまあ計算をかけますと、はい、こういう形でですね、はい、段階的に色が変わったような、こういうふうな、まあ、あのの変わったような色が塗り分けられたようなマップというのを作ることができます。こういう形で、まあ、その結局 の、 あのパスウェイマッピングというのは目的に合わせていくつかのツールというのを用意してありますので、まあ、必要に応じて使い分けをすることができます。こういう形でマッピングをして使うことができます。はい、
で、ですね、はい、あの結局の部分の最後ですけれども、フィードバックフォームというのがありまして、結局のデータベースですね、ゲノムネットに、結局データベースはゲノムネットに関する質問とかコメントは、まあ、随時受け付けてますので、日本語で、OK です。で、あとそうですね、ちょっと時間が、あと10分ぐらいですけれども、メタボロミックス関連のデータベースですね、簡単にちょっと、簡単にだけ紹介をしたいと思います。メタボロミックス関係で利用されるデータベースの種類っていろいろあると思うんですけども、まあ必要なデータベースとしては、まあ、代謝物のリファレンススペクトルのデータベース。これはまあ、代謝産物を同定するためのリファレンスデータベースとして使われます。あとは、まあ、代謝プロファイルだったり、代謝産物のデータベース。これは、まあ、特定の生物種に関しての代謝プロファイルを、まあ、ストックした情報であったり、多くの生物種の、まあ、様々な代謝プロファイルをストックした情報であったり、まあ、各生物種についての基地の代謝物質とリスト化されたもと、まあ、いろんなデータベースがあると思う。そういうデータベース群というのも、まあ、研究する上で必要でしょうし、まあ、あと、ケグのデータベースでも出てきたような代謝パスのデータベースですね。特定の生物種に関する代謝パスのデータベースだったり、リファレンスの代謝データベース。いろんなデータベースが使われます。で、まあ、ここでは、まあ、いくつかちょっと、ピックして、名前を列記するぐらいしかできませんけども、紹介をしておきたいと思います。で、まあ、リファレンススペクトルのデータベースですね。まあまあ、デファクトでよく使われているのはNISTだと思いますけども、NIST、まあ、こういうデータベース。あとは、まあ、他に GMD とか、メトリンとか、で、まあ、日本では、マスバンクですね。まあ、これ、統合データベースのプロジェクトでも、まあ、サポートされてましたけれども、分散、まあ、高精度のマススペクトルデータベースで、日本質量分析学会の公式データベースというのが、まあ、今も、引き続き開発されています。まあ、こんなデータベースがございます。で、まあ、代謝物質、代謝物とか、まあ、代謝プロファイルのデータベースですね。まあ、人に関するデータベースとしては、まあ、HMDB。あとは、まあ、それの関連データベースとして、ドラッグバンクとして、まあ、医薬品とか医薬品のターゲット情報に関するデータベースだったり、脂質関係に関しては、米国の脂質学会のリピッドマップスであったり、まあ、国内ではリピッドバンク。あとは、まあ、低物質の化合物のデータベースの総合的なデータベースとしては、パブケムなどがございます。あとは、まあ、先ほども言いました、ケグのリガンド、我々が作っている、ケグのリガンド、我々じゃないや、まあ、金先に作ってます、まあ、ケグのリガンドデータベースだったり、あとは、商用であれば、ディクショナリーオブナチュラルプロダクトとか、あとは7000単位の金谷研究室で、まあ、天然物とか由来生物情報関連付けで、まあ、ナップサックのデータベースとか、あとは、まあ、海洋性の天然物やマリンリットとか、まあ、いろんなものがございます。でパスウェイデータベースは、まあ、ケグのパスウェイですね、まあ、先ほど紹介しましたケグのパスウェイの他に、まあ、リアクトムとかバイオサイクとか、まあ、バイオサイフ核のシステムを利用した植物のプラントサイクとかそういうものがあります。であとはまあそうですね、シグナル伝達系ダスはこういうデータベース、あとはまあ商用のデータベースもいくつかあったりします。でマッピングという意味では、まあ、ケグもありますけども、バイオサイクメタサイクというのも、まあ、代謝系のパスウェイデータベースとしては非常に著名なデータベースだと思います。これもちょっと詳細は多分インストラクションは、ウェブの方にあると思いますけども、マッピングの、まあ、こちらも独特のまあマップになってますけど、全体像、セルを模したような全体像にマッピングができたりしますけれども、はい、そういう、ま、パスウェイデータベースがあります。こちらも結構いろんな生物種に関する情報というのがありますけど、バイオサイク、メタサイクに関してはやっぱり、まあ、情報から、まあ、リファレンスパスウェイ、メタサイクというリファレンスパスウェイが作られるわけですけども、それから、まあ、いろんな生物種の情報ですね、それが、まあ、メタサイクをテンプレートにして、まあ、ソフトウェアで計算して遺伝子がノーテーションされていると、まあ、主要生物種ではマニュアルでキュレーションもされています。そういう形になっています。で、まあ、ケグのパスウェイモジュールとバイオサイクメタサイクの比較をしてみますと、まあ、ケグのパスウェイであるのリファレンスパスウェイというのは、まあ、バイオサイクであればメタサイク、ここの生物種マップというのは、まあ、そのなんとかサイクというここの PGDB というふうにバイオサイクは呼んでますけども、そのものがあります。でパスウェイに関してでケグのパスウェイというのは割と大きなネットワークみたいなマップになってますけど、まあ、完全に一緒ではないですけれども大きなスーパーパスウェイで、メタサイクのメタサイクバイオサイクの個々のパスウェイというのは非常に割とコンパクトか小さな、ケグで言えばモジュールに近いようなぐらいのレベルのパスウェイというのはケグ のメタサイクバイオサイクでいうところのパスウェイというふうな感じになっていて、まあ、そういう感じ、まあ、双方で、まあ、それぞれ、まあ、データベースにパスウェイ の持っているパスウェイの内容に、まあ、それぞれ、まあ、ありますので、まあ使い分けられるといいのかなというふうに思います。
で最後にですね、 NBC の、 あの研究開発成果のデータベースリンクにもメタボローム関係のデータベースというのがありまして、まあ、こんな感じですね。先ほど紹介しましたナップサックだったりとかマスバンクとかそういうものもございますし、そういう関係のメタボローム関係のデータベースがありますので、まあ、見ていただくといいのではないかと思います。ちょっと雑多になって、まあ、駆け足になりましたけども、これで終わりたいと思います。